マイク渡すんで、そのままお話ししてもらってもいいですか。じゃあ、2本渡しておきます。流れも全部お任せしちゃいますんで、じゃあお願いします。カメラこっち見て、ここにイラスト入ってますから、一応こっちの方を注意して。はい、今日東京オルトソロに来てくれてありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。すごい元気がいいですね。いや本当に今日最終日になりましたけれども、もうすごくたくさんいろんな方が来てくれて本当に嬉しいです。ありがとうございます。今日はですね、サーキットウルフ GP クイーンがクリッカーブースさんの方に遊びに来させていただきました。ダムです。会場の皆さん、そして動画配信をご覧の皆さん、今日は楽しい一日にしましょう。メニューこれ、じゃあまずはですね、一人ずつ自己紹介をしていきましょうか。はい、はい、お願いします。サーキットウルフ GP クイーンの山内恵です。チェピョンって呼んでください。チェピョン、ありがとうございます。私はすごいもう車が大好きで、ずっとレースクイーンをやってきて5年目になるんですけれども、あのオートサロンはもうかなりあの6年とかそれぐらい出てるんですけど、あのよくほらギャルプラのインタビューの書く欄に何年目っていうのがあって、それもだんだん消してきてます。あちょっとあんまり出てない方が嫌やなって。あそうそう、かつてでも本当にオートサロンのイメージガールとかもやらせてもらってたんで、毎年楽しみにしてるイベントであるんですけれども、はい、今年もですね、サーキットのイメージガールやらせてもらった時に、はい、実際にカートを乗らせてもらったり車にも乗らせてもらったりしたんで、うん、ますます車好きをアップさせて。チェピョンの運転やつ乗ったことあるんですけど、本当運転上手、安全運転で、いや本当車好きは違うなと思った。私免許持ってへんから、すごい羨ましい。で今回もあの今年サーキットのオオカミのイメージガール のみんなで DVD が出るんですけれども、そうなんですよ。もう明後日からグアムに撮影に行ってきます。池澤聡先生がプロデュースした DVD になってるので、はいはい、皆さんまた今までと違った、ね、DVD になると思います。なんかどんな感じになるか聞いてますか。なんか普通のね、私結構 DVD を自己紹介じゃあ自己紹介からしましょうか。私サーキットウルフ GP クイーンの庄純子です。こんにちは。はい、ありがとうございます。普段はグラビアとか、あと深夜番組とか、あとドラマや日テレの方も今ちょこちょことやってます。そして、こういうオートサロンは2回目かな。去年も、どっかのちょっと違うブースに出て、それで今日2回目です。普段、あ、そうですね、ヨガもあとやってるんで、ヨガ教室とかやったりとか、幅広く活動してます。小中高生のプログやってるんで、よかったら来てください。よろしくお願いします。どうぞ。皆さんこんにちは、野上恵理子です。お久しぶりです。今日は急遽大学でですね、サーキットウルフクイーンのコスチューム池澤先生のウルフで着せていただきました。いい宣伝ありがたいです。ありがとうございます。ずっと GT のキャンペーンやオートサロンで届けていただきました。私たちのオートサロンすごく楽しいです。よろしくお願いします。あとアメプロもやってるんで、ぜひ野上恵理子のブログも見に来てください。はい、見させていただきます。七海りくちゃんとは2005年くらいのオートサロンでスバルのブースで一緒になったことがあって、スバルのフォトジェニックも一緒にやらせてもらったことがあるので、なんかすごいオートサロンで会えるってすごい、うちらにとってね、同窓会みたいな。そうもういろんなお友達、あちょっと浅見みすずちゃんもちょうどその時にスバルのフォトジェニックだったんで、もう本当にオートサロンに来ると女の子たちの同窓会みたいになって楽しいですけれども、今日の私たちサーキットウルフ GP クイーンなんですけれども、主にベストカーのモバイルの PR に来させていただいてまして、ベストカーの雑誌がそのままモバイル版になったっていうねお知らせを皆さんにしています。なので今回オートサロン期間中に会員になっていただいた方には、漏れなく私たち3人に網に挟まれながら
そう、席を取れるっていう特典がついてまして、その席をもうプレゼントいたしますので、ぜひ登録してください。お願いします。ベストカードモイル登録していただきたいと思います。はい。あと、そうだ、DVD のね、作成だったんですけども、私たちイメージガールで DVD をクワップ作ることになって、はい、それはどんな作品かというと、そう結構私まあ、ドエロ系で、ドエロって私自分で言うなってドエロってドエロってごめんなさい、間違えました。なんかイメージ DVD ってよくアイドルのありふれたこういうこの風な感じあるじゃないですか。ああいうのとはちょっと違って、なんか自転車乗ったりとか、そうあんまり出てこないしたかな。まあ、いや、なんか言ってって言われて、昔の AMPM っていう 11PM がコンビニやから、ちょっとすごいね、ここは。いや、だってそういう番組見たことないもん。 11PM はね、そういうね、ちょっと追い出し番組な延長線じゃない DVD なんですよ。だからなんかね、はい、いろんな、なんだろう、ギャグバンジーとか挑戦したりとかもして、そうですね、逆の意味でもダイエット顔が見れるらしいですよ。はい、そうなんです。こんな感じで、何月に発売するんですかね。3月発売なんで、またブログ等で告知しますので、皆さんよろしくお願いします。あとはこれピオリも今日やってるんで、欲しい方は私にアップで直接言ってください。お願いします。あ、めっちゃいいじゃないですか。最近出たんですよね。そうなんですよ、もっと感じてみたいな。これは本当に、もう裏は裏見せない、見せない、危険なんで、裏はちょっとあれなんですけど、勝った人だけに見せれるんですけど、あとよかった、男のためのセクシーヨガっていうのもやってます。これね、ページのポーズがね、ちょっとセクシーで見応えあるので、よろしくお願いします。お願いします。どうぞ、新しいもの、新目のもの、あれば私も皆さんに会えるように努力しますので、お会いしてください。よろしくお願いします。ぜひリンク読んでね。はい、この後1時半から2ホールのユーロブースで、サーキットの狼、サーキットの狼イメージガールデザインユーロスポーツカーの方に行かせていただきまして、私のカレンダーの即売会をするんですけれども、ちょっと数がもう少なくなってきて、あともう1桁台しかないっていう知らせが来ちゃったんで、私が欲しいのに、そう早めに行って、行くわ行くわ、私が気に入ったやつの1枚サイン入れるんで、この後1時半から来てください。よろしくお願いします。オートサロンの限定で、もうカレンダーにはできないようなセクシーショットを生写真付き3枚がついてるので、自分の中に何が入ってるのかも確かめてください。そう、私ね、HM のブログでチェックしたら、すごいセクシーなのがあって、もう入れることがあったよね。私もう入れる専門って言ってくれてもいいんだけど、足綺麗からすんの。だって本当に鼻水かわしたわ。鼻血出そうなんだわ。なんか今なんでハイレグのレースクイーンの女の子がいないのかなっていう不思議なぐらい、女の子が一番綺麗に見える、ああ私かなって思うんだけど、あんまりことないわ。ハイレグとティーバッグと、そういうセクシー系な DVD 専門の足が長いとか、そういうのを固執して作った DVD が2月25日に出まして、映画というのが、そう、竹書房から出ますので、あら、よろしくお願いいたします。で、私たち、ベストカーに戻ったら、これからステージもありますし、時間がちょっとバチバチになって、さっき入れ替わっちゃってごめんなさい。ごめんなさい、11時40分からちょっと押していてはったんでね、私は連絡ってこっちを先に来ちゃったんで、申し訳なかったです、本当に来てくれた方も。そうそう、ちょっとなんかこう、現場は生で動いてるみたいで、生放送、他のステージが伸びちゃったりする関係で、ベストカーの、その第一発目のステージがちょっとなくなっちゃったんですけれども、夕方またお時間お知らせをしたいと思いますので、その時はまたよろしくお願いいたします。お願いします。で、最後に、サーキットの狼のレースのことについてちょっと触れていきたいと思います。はい、はい、いとこサーキットにね、来てくれた方も何人かいらっしゃるんですけど、本当にありがとうございます。サーキットの狼グランプリっていうのは、スーパーカーブブームを引き起こした池澤さま先生が主催するカートレースの大会なんですね。で、年間6000ありまして、タイムレースって通常なんですけれども、走りを速いか遅いかを競うやつ、これもレースの定番ですよね。ゆうこりん、今まで1年過ごしてきて、その他に何のレースがありましたか？
はい、何クロス、ほら、くじ引いたりとかあったやん。あくじ引いた、くじを引いて、ドライバーさんが一回降りて、くじを引いて、ゆうこりんとハグって出たら、ハグをしなくちゃいけなくて、それが終わったらまた走るとか、お楽しみレースがあったんですよね。で、さ、あと、チームになって、何時間か走って、タイムとかを競う耐久レースもあったんで、はい、懐かしいですね。懐かしいですね。あれもなんですけれども。私が、そこにさ、中継で、なんか、喋る人がいたくって、喋ったんですよ、一回。生中継って言うんですか、実況中継。実況中継すごい。レースの実況中継で、普通の人できないじゃないですか。そう、それやらせてもらって、なんと私、あの、絶対番号だっけ、あの、絶対番号の。カーナンバーです。あ、カーナンバーだね。カーナンバーのこと、絶対ナンバーとかさ、背番号とかなんか、そう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 。この周りで本当に、恥ずかしい思いしちゃったんですけど。いや、それが私、超受けて、隣で。ずっと笑ってんの、本当。だから、中継真面目にやってるんだけど、一緒じゃないの。普通に、背番号何番とか言って。いや、背番号ちゃうわとか言って。そう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 。いやでもあれだけやっても今みんなの前でも背番号って言いましたからね。ごめんなさい、ゆうこりんかわいすぎる。いやありがとう、ね、で今日は七海絵理子ちゃんが、遊びに来てくれてるんですけど、七海絵理子ちゃんはいつもサーキットに来てもらったことあるんでしょうか。行ったことないです。あ、じゃあ今シーズンもぜひ遊びに来てほしいんですけど、はい、カートレースって実際にやったことありますか。全くないですね。なんか狼のグランプリのイベントガールになると、なんともう無料でカートは乗れるんですよ。すごい。そう、ちなみに私、ちなみに私カート時速5キロ本当怖くてゆっくりゆっくりでした。いや、もう噛めたっていうぐらいゆっくり進んで可愛かったですけど、最低速度ゆこりんガンガン抜いてやりました。知恵がだって免許持ってないから怖いもん。なるほどね。あ、でも免許持ってない方でも安心して楽しめるので、女の子のでも、あともう皆さんでも参加できるので、ぜひイタコサーキット今シーズンもありますので来てください。お待ちしてます。みんなで遊びに行きましょう。はい、ではこの後もですね、引き続きフリッカーブースと、あとこの東京オートサロンの会場と、私たちはベストカーブースとかセブブースにも行きますので、その後もゆっくりと楽しんでいただきたいと思います。サーキットの狼グランプリ明治ガールの山内知恵と庄重子と平野七海絵理子でした。ありがとうございました。ありがとうございました。